皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。始まりましたね。始めましただよね。始めまして、始まりました、金曜日のエアロー始まりました。どうぞよろしくお願いします。パチ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 昭和っぽいいきなりパチパチ、ね、昭和っぽい。オープニングビデオどうだったかな、どうでしたか ねちょっとエロい感じで撮りに来ましたよね。ちょっとこう昭和40年代の飲み屋、栄の裏路地とかね、あたりでね、名古屋港も入ってますよ。あ、そうだったそうだった、そうでした。で今日のこのバッグはね、エアポートですね。エアローエアローだからエアポー ポートそうかなやっぱ昭和だよな本当に。私たちが何者かっていうのは後ほどお話ししていきましょうか ね。 そうですね。じゃあ最初に、歌ってしゃべるということで歌いきましょうか。もういきなり挨拶代わりに歌っちゃいたいと思います、うん、昭和の歌。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れたピアノで思い出の歌、片手で弾いてはため息ついた。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら落ちてゆくのも幸せだよと、二人冷たい体なら直せるけれど、心の痛では癒せやしない。小指に食い込む指輪を見つめ、あなたは昔を思って泣いた。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら、もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら、もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう。沢田研二の時の過ぎゆくままにっていうね、古いね確かこの曲さ、うん、あのカトリーヌが、うん、小学校の時だった。小学校のね、バレちゃうな、年がバレちゃうな、1年生、多分1年生か、そこまで行ったらもっとバレちゃうでもね、ジュリーはね、私は初恋の人なんです。初
恋のジュリーって、ね、どんだけおませな小学生っていう感じだねジャニーズがね周りでは人気だったんですけどね、でもね興味なかった。タヌキンとか、うん、タヌキン懐かしい興味なかったです。その時代だな。なかった、ね、さあ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 、私たち初めましてで、これから ね月末に近い金曜日、まあ、金曜日かな、分かんないけど、まあ、大体金曜日ぐらいに、大体あのタイトルが金曜日のエアロだから、そうだから水曜日だとしても金曜日の気分でゆるい感じで本当で聞いてもらいたいなと思ってます。よろしくお願いします。ウィークデーの月火水木でも金曜日のエアロってことだね。花金、花金の気分は花金でっていう感じ、ね、花金わかるかな花の金曜日わかるでしょうね。花金、若い方わかるかな、花金。まあこんな感じでゆるい感じでいきたいんですが、まあ私たち何者かって言いますと、エディは大体もデザイナーはデザイナーよね。デザイナー共通の軸はねデザイナーなんだけどね、エディの場合は自分の役職がねちょっと言いにくいんだ、噛みそうになるんだけど、コミュニケーションプロデューサーということで、まあ平たく言うと広告デザイナー、また違う、グラフィックデザイナー、グラフィックデザイナー、グラフィックデザイナーなんだけどディレクターなんだけど、うん、プロデューサーなんだけどみたいな、横文字いっぱいでよくわからないけれど、難しいんだけどね。でもやってることは、うん、ブランドの伝道師っていうことをやってます。おー、なるほど、うん、まあ深い話になるけど深い難しいこと言うとね、あの見る人が、ね、いい、もう難しいこと、もうめんどくさいこと言うで、私は、ライフデザイナーって暮らし作り、まあ、あのインテリアコーディネーターって職業ありますけどね、まあ、それはあの物だけじゃなくって人と物と、物というかお家とっていうことで暮らしデザインしてます。まあ、2人ともデザイン、デザインだよ ねクリエイティブなので、まあ2人でこうしてエアローとして、そうだね、うん、まあ、最近組んだユニットだよねエアローもね、うん、そうですね、もともと異業種交流会かなんかで出会ったんだな、うん、ナンパされたんだと思うよ、うん、ナンパ私ねナンパされたんだと思う。本当ですか、まあ、3年ぐらい前ね、先生としてお呼びしたんですよそう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 、ね、うん、その時はね、あの CEO ブランディングの僕がちょうどやっていて、会社のブランディングや、まずは社長からねブランディングやらんといかんだろうっていう話で、うん、あ、確かに、うん、だってさ、なんだろう、会社の広告費かけてその会社の見た目とかロゴマークとか、ああいうのすごい一生懸命考えるけど、じゃあじゃあ本人、営業さんなり社長なり本人の見た目どうなのって、そう今一ついけてないですもんね。そういけてないとね、会社までいけてなくなっちゃうんだよ ね。そうだから、うん、自分のこと気にかけると必然的にそれが会社イメージになって会社ブランディングにもなりますよね。繋がっていくんだわ、ね、そこが、うん、だからあのエディはそうやってブランディングの伝道師として、まあ、あの何その広告のデザインってなんていう、ブランディングなんだけど、うん、なんだけど、うん、それをまあ人にもそうやってお伝えするようにセミナー開いたりなんとかっていう風の時に、私がその、まあ、あの住宅作りの中でねモテオ君作ってるもんだから、もうライフデザイナーになっちゃうよね。そうそう、だからライフデザイナーの、ね、うん、だからその時にあのブランディングの話を、見た目の話をしてね、うんうん、っていうふうで呼ばれたなんだけど、その前にねナンパされたんだと思うよ。知り合ってるもんだって、その時にはもう連絡先知ってるから電話かかってきたんでしょあんまり覚えてないんだ。本当昔のこと酔っ払って酔っ払っていろんなことしてきたからね覚えてないよね覚えてないねこの間もほらあのここでは言えないけど覚えてないっていうことあったし要因は要因、まあね覚えてないことばっかりです本当に本当にもう覚えてないこといっぱいあってね、この間もって言えないけど、まあ本当にもう言うことぶっ飛んじゃうじゃんそんな、うん、ダメ言えないとか言って言えない言えない、本当に覚えてないもんですけど、まあまあそんなこんなでね、そのブランドっていうところで、そのモテオくん作ってんだよね。そうカトリンはモテオくん、うん、そうそう、よくね言われるの、うん、あのライフデザイン、まあ、あの住宅作りでなんでモテオ君の仕事してるのって言われるんだけれども、やっぱりほら、子供がねやきもち焼くぐらいね、そのあのお父さんお母さんの仲良さに ね、そうやきもち焼くぐらい、それぐらいのカップルであってほしいわけよ、うんうん、ってなると
お家の中でそのご主人なりパートナーさん男性がその女性に対して奥さんなりにねこうなんだろうそのありがとうとか、うん、いつもありがとうとかね愛してるよとかね耳が痛い人いっぱいいるよそれいっぱいいると思うけどいな、うん、いっぱいいると思うからそういうふうにそうあのやっぱり言うことって基本的じゃない愛してるよは難しいかもしれないけどでもさあのご飯作ってくれてありがとうねとかいつもありがとうねとかってそういうことなかなか言わないじゃないそういうことをこうスマートにじゃなくても何でもいいんだけど言えるようなそういう人をまあ人間力あると見てそういうのをモテを組んで言ってるのまあ外見だけじゃないわけねそう内面も中身も大事だよね、うん、もちろんねだからモテを組ん作りっていうのはそうやってあの子供がねあのすくすく育つためには夫婦円満であってほしいので、うんなのでね、うん、だから男性をかっこよくするために見た目も内面もねかっこよくするためにちょっと講座やってて住宅作りもしてるんだけど、うん、それとは別にモテウォーキングとかってね、うん、別の顔持ってるよね別の顔一緒の顔よある時はインテリアデザイナーそう。そしてまたある時はモテオ君作りのキャトリーヌキャトリーヌしかしてその実態は実態はカトリーヌエロリーヌ、ね、エロリーヌそう最近さ枝川さんエディって枝川さんって言うんだけどね枝川さんエロ川ちゃん僕の名前言わないでエロ川ちゃんエディエロ川ちゃんいいって言ったじゃんエロ川ちゃんいいって言ったじゃないエロ川ちゃんさ私のことさエロリーヌとかさエロ同士じゃないそれキャトリーヌとか、ね、キャトリーヌとかさ、うん、僕はカトリーヌなんだよねそうキャトリーヌキャサリンじゃなくてカトリーヌ、 キャトリーヌもうエロリーヌエロ川ちゃんってエロ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 コンビだねだそうこの二人がさほらさっきのオープニングの時の、映像を撮りに錦とか錦歩いてるとねみんな見るよ ねあの矢場のあたり昼間歩いてたら目立ったねおかしいよね大体ちょっと雰囲気違ったね雰囲気違うねでも俺ね一人でもよく振り返られるよだと思う私だってさエロリーヌじゃない結構いや私一人だったらさ爽やかだもんええー、本当、うん、大丈夫それは違うと思う本当なんとなく多分ね、うん、みんな気にして振り返って二三歩してからちょっと見てるあ違うと思う怖くて振り返らないと思うなんだろう今の人普通じゃねえなみたいな、ね、あ私ねこれね自慢かな、うん、あの昔ねもう10年ぐらい前になるんだけどあの10年前でも結構いい大人の年齢の割にねあのナンパされたんだけどねそれがねあのママやりませんかってもう一回言ってママママってあの何あのはいよしよしよしのママじゃないわよ、うんうん、違うあのクラブのママあーそういうナンパね、うん雇われママ、チーママとか、ね、多分、うん、チーママ、雇われママ、ママだよね、雇われママやりませんか、ママ、うん、そういうなんか、錦とか歩いとったんでしょ錦、錦歩いてたよさっそうと胸を張ってピーンと胸張ってもうどこの高級クラブのママかしらみたいな感じで私でも生まれ変わったらね、はい、あのいいな、その職業究極のサービス業じゃない、まあ、究極の癒し業、癒し業というかサービス業だと思う、ね、だってそんな、うんうん、もうなんだろうそんな知識とかね、うん、身のこなしとかやっぱり長けてないとそんなことできないと思うので、うんうん、それね生まれ変わったらねやってみたい錦のママね、うん、いいんじゃない応援するよ錦とは言わないけども銀座のクラブでもいいんだねやってみたいね、うん、お客さんみんな中国人かもしれないなんでそういうことを言っちゃいかねあの今結構多いんですよあのでも今はこうなんていうのオールラウンドに世界中の人とコンタクトを取る時代なんでね、うんうんだからいいんじゃないあのいろんな中国語も覚えて英語も覚えて、うんうん、もうクラブのまま大変っていうこと何が言いたいか分かってないでしょよずれたなだいぶ本当に軸がずれたな本当にそうそうでねこの番組は何のためにやるかね、うん、ここ一番大事なところねそう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 、うん、これからまあゆるゆるは喋っていくんですけど、うん、なんかちょびっと、まあ、夜って言っても時間早いけど、うん、少しねちょっとなんか色っぽいお話ししながら、うん、だけどメインは、自分ブランディングのジブランディングジブランディングね、うん、ジブランディングと、うん、あと、まあ、モテオくんになろうぜみんなっていう感じよね、うんうん、だからその真のモテオくんっていうのはどんなことかと、うん、
そんなの話していけたら。そうだね、ちょっと耳が痛いところはあるけどね。本当、まあ、エルガちゃん、モテオくん、いや俺はねモテを目指してるってことね。なんだろうな、ほら私が、やっぱり素敵だなと思うのは、やっぱり住宅作ってて、その子供がやきもち焼くぐらい夫婦仲がいいっていう、それ素敵だなと思うけど、どんな夫です？まだそう、えぐいこと聞いてくるな結構。でしょ、いきなり聞いたでしょ。さっきそんな話してなかったのに。答えれよ、僕生活感ない男やからね。うん、全然ない、全然ないから。生活感ない人にそういうこと聞いちゃダメですよ。ダメなの？多分ね困るだろうなと思って。めっちゃ困ってるし。すごい困ってますよ、ね、本人。生活感のみじんもないんですから。分かった、聞かないの。そういうのがちゃんと皿洗いとかやってますよ、ちゃんと。それ惹かれてる、尻に惹かれてるってやつ。もう影であのね。お皿洗ったり、もう大変なことをしてます、うん、あでもね男性ねそれぐらいの方がね、うん、家庭円満、まあ、豆じゃないとね男は、うん、そうそうそう、うん、そうだから真のモテオくんっていうのでね、私が2年前、3年ぐらい前かな、あのいろんなところで皆さんモテオくん目指しましょうみたいな、モテオくんになってねみたいな、うんうん、だから第一印象の見た目と内面、うん、両方合わせてモテオくんじゃない、それそうですね、うん、人間力アップってやっぱり中身だけじゃなくて、うんうん、今って特に外見外見大事じゃない？それはカトリーヌ言ったの、むしろねあの僕が自分でやってるエディのブランディングがまさにその通り、うん、優秀な会社いっぱいあるんですよ、技術力があってね、うん、特に B2B でものづくりとか言ったら、うん、あちょっと真面目な話になってるよ、うんうん、あの本当技術力あるんだけど、うん、ブランディングだけ足りない会社結構多いんですよ、多いね、うんうん、そう、それをなんとかしたいなと、うん、やっぱりその何、ね、うん、そのロゴマーク作ったりとかホームページ作ったりとかいろいろやってらっしゃるじゃない、うんうんうん、でそれをこう人の方にもこう生かしてなんていうの、整えてホームページ作ったりとかってやってるでしょ。結局はさ、一人一人のブランディングの考え方が自分自身にもこう反映されてないとできっこないもんね、ブランディングなんて。そうね、うん、最近ちょっとブランディングって言葉が一人歩きっぽくなっちゃって、一人歩きっていうかね、昔はさあの経営資源とかっていうとさ、うん、人、金、物、情報ってよく言われるじゃん、うんうん、で最近よくそれにブランディングって言われるようになったんだよね、うん、その背景って難しいこと言うね、うん、いやもっと砕けていって、世の中はちょっと変わってきたんだよね、いろいろ、うん、なんだろう、品質もさ、真面目な話になってきた、品質も変わらない、うん、ね、であと、そうね、うん、まあ、あと値段も変わらない、うん、まあ、今よっぽど粗悪なものってもう淘汰されてってるからね、うん、そう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 、いいものしか残ってないっていう前提で選ぶんだったらやっぱり見た目がいい、見た目、ね、いい男って意味じゃなくてね、うんうん、男を選んでるわけ違う違う、いいとこってかっこいいとかそんなんじゃなくて、うん、例えばそのなんだろう、誠実さが溢れ出てるとか、そう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 、社会貢献してるとか、そうそうそう、その会社のその、うん、バックボーンっていうかね、そう、うん、それに合った雰囲気を持ってるとか、うん、そういうことよね。そう、でそれで結局物を買う時でもどれにしようかなっていう時に、うん、あの CM のねちょっとキャラクターが可愛いからここの会社にしようかとか、うんうん、あるね、今そういう風になってきてる、うんうん、そうだから ね、昔はそれこそあのスタイリストさんつけてとかって、うん、芸能人だったり政治家の方だったりとかね、うん、であの見た目をこう気にする、そうそうそう、見た目気にする職業ね、あのやっぱり一般人には浸透されてなかったけど、今やっぱり私もあのお洋服のアテンドとか行ったことあるけど、うん、こういう風に見せたいからこの時の服選んでとかね、うんうんうん、やっぱりそういう大事よね、自分があの商品のパッケージお洋服って、うん、ジャケ買いっていうようにねジャケ買いってあるじゃない、うんうんうん、あのこのお茶美味しそうとかこのジャケットかっこいいから CD 買っちゃえみたいな、うんうんうん、そんな風でやっぱりあの選ぶ基準ってあるから、そうだ、だからなんていうの、同じような営業さんいたらやっぱり、ね、見た目がこう誠実だったり、うん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 、ちょっとこう清潔感あったり、真面目そうに見えたり、うん、なんだろう、ちょっとまあかっこいいっていうのも含めてね、うんうんうん、見た目がいい方が大事だよね、大事よね。前さセミナーであんなこと言ったら、うん、なんかあの大統領が立候補してこう話スピーチ、うんうんうん、赤のネクタイをすると、うんうんうん、当選あのあ、ね、良くなるとかさ、イメージが、うん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 、そうそう、男性ってさこうスーツ着ちゃうと、まあエロガちゃんあんまりスーツの人じゃないけど、一般的にサラリーマンの方ってスーツ着ると、うん、着るって赤ちゃん言葉になっちゃったいいよテレビで、ラジオじゃないから笑ってごまかせるって、ね、そうね
そう、うん、私あのラジオでも喋ってますけど、テレビいいですね、あの黙ってても、噛みまくっていいから、ラジオはね映像がないからね、うん、あのもうできるだけ黙らない、噛まないって頑張ってるんだけど、そうそうそう、まあね、それでね、と男性ってほらこの何 V ゾーンのここしか見せるところがあんまりないじゃない、だからそこでなんていうの、すごく謝罪してるのに赤いネクタイしてる人っていないのね、まず、まあ、そらね、うん、ね、すごく選挙、もうすぐ選挙あるけど、選挙であの頑張るぞっていう時に黒っぽいネクタイしてる人もいないのね。なるほど。まずね、うん、やっぱり色の効果っていうのは、うん、誰にもこう例えば赤見たらエネルギッシュとかね、うんうん、そのようにイメージがあるもんだから、そのイメージに合わせた洋服を身につけてるのよね、昔からね、うん、それを今その色だけじゃなくてデザインとか、うん、なんだろう、素材とかそういうの合わせて、うんうんうん、まあ、まずは見た目、ジャケ替えしてもらうために、見た目は大事だわ、やっぱ、うん、だって、見た目90何パーセントだった、 98%、 あ、本が出たけど93%だ、うんうん、まあ、90% ぐらいでいいか人の見た目は9割っていうね、9割本がある、本当に、ね、そうだから人の見た目の、うん、パッと見の見た目が 55% で、うん、あと 38% っていうのはその声から来る印象、なるほど、それを両方合わせてあの見た目の印象、第一印象って言ってるから、なるほど、ね、やっぱりね、昔からそうなんだよ、やっぱそうだね、言われてるわ ね昔から、うん、だからよく私も言うけど、あのほら男性にね、2年ぐらい前までこういう話してると、男は中身で勝負だってよく言われたの、あ、違うと思う、中身だけじゃね、そう、中身勝負の前に土台に上がるためにはやっぱり見た目良くないと、あのさ、よく真面目に話してるさ、男の横顔を見たらさ、うん、鼻毛が出てた、あ、これね、あるでしょ、これあれで幻滅みたいなのあるでしょ、うん、あのね、10人中8人がそう、であと 耳毛もさ、結構もじゃもじゃっとこう出たりとかあるよ、たまに、うん、お兄様方になるとなるね、なんででしょうね、頭薄くなっても耳から毛ってなんでだろう、あれね、多分40過ぎるとね、うん、毛の伸びる速度が急に急激に速くなる、あのホルモンバランスが変わってくる、耳毛とか2日ぐらいで3センチぐらいこう伸びる人がいる、全然色っぽくない、なんか綺麗な話したいわいや、だから現実はそうだから、毎日手入れしないといけないっていう話、ね、うん、あ、確かにね、うん、そう、私ね、あのモテオくんっていうね、そういうモテオくん作りしてて、まあ、まずこう洋服も大事だけど姿勢悪い男性も多いもんだから、うんうん、あの洋服だけじゃなくて姿勢とセットで見た目でしょ、うん、なんか講座をやってるんだけど、講座やってない時ね、モテオくん新聞っていうのを作ろうと思って、昭和でしょ、うん、なんとか新聞、河原版かい、あえてモテオくん新聞で作ろうと思ってて、そこでね、いろいろね、こうちょっとこうするといいよ、ああするといいよっていうのをここで、まあ、ちょっと喋っていこうかなって思って ね、 ポイントを教えてほしいな、モテるための秘訣とかさ、うんうん、ただあれよ、あの女の子にチヤホヤされるっていうモテだけじゃない話だと思うね、そこは勘違いするな、うん、ということだよね、そうそうそう、チャラチャラ、うん、チャラチャラチャラい、全然チャラくないよ俺チャラいけど俺、メガネ外してあることすると全然チャラくない、 あることするとね、まあ、そのうち今言えないけどね、そのうちチャラい、でもチャラいよね、本当にチャラくないよ、人のこと言えないと思う、本当、私ね、エロいよ、あ、このセットになるとね、うん、チャラく見えるね、相乗効果で、本当だ ね、実はさ、今日もな、ライブやっちゃったりするんだよね、あ、そう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 、この9時から、うん、9時からね、フォークハウス、マリコさん、マリコママのとこ ね、電話番号だけ言っちゃっていいかしら、特別に教えちゃおうかな、特別に、うん、これは愛知県名古屋のですね、女子大工事、女子大工事にあるんですけども、ね、電話番号 052-241-3010、うん、こちらでライブ、エアロライブやる、今の言い方何、なんか本当にあのナレーターみたいな感じ、ナレーター一応あの喋ってるから、滑舌が良かった、非常に喋ってるからやっぱり数字とかってはっきりこう聞きたいよね、聞き取りやすい方がいいから ね、今ね、あの続けて言えなかったのは見えなかったから、あ、本当なかなか見えないからちょっと区切ってちょっと距離もあったよ、距離もあった、うるさいなんだかんだでも、ね、あと5分になっちゃった、ね、早いね、
本当に、ね、親切に鑑定までね、ありがとうございますあと5分ですって、ね、ラジオこんなのない、慣れてないからあ、そう一応あのエンディングまた曲で終わりたいんですけど、その前に来月また見ていただきたいなと思いますね、金曜日のやろ、うん、そうだね、うん、7月の20日水曜日ですね、またね、うんうん、19時から19時30分まで、7月20日、うん、7月20日って海の日？知らない、あれ違う違ったかな、それファイナルアンサーわかんないわかんねえ、わかんない、じゃあ今日はここまでということでエンディング、そうだね、うん、まあこれからもあれだよね、うん、ちょっと真面目な話と、ちょっと今日真面目すぎたんじゃない、エロい話と、うん、あとはライブで盛り上げていきたいと思います盛り上げてね また会う日まで会える時まで別れのそのわけは話したくない、なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき全てをなくすから二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は何かを話すだろう、また会う日まで会える時まで、あなたはどこにいて何をしてるの、それは知りたくない、それは聞きたくない、互いに気遣い昨日に戻るから、ちょうど終わり、ね、あっという間に終わっちゃいましたね、早かったです ね、 ね、ぜひぜひ皆さんに見ていただきたいですね、そうですね、うん、まあ、あの昭和のちょっと昭和旬のする曲が多いかもしれないけど、また我々年代にとってはね、ちょっとたまらない曲を歌っていきたいと思います、うん、はい、それではごきげんよう。